東名高速道路、首都高、国道246号が複雑に連結されている。付近には谷本川が流れる横浜青葉 IC のランプウェイ、横浜青葉インターチェンジは、神奈川県横浜市青葉区にある、東名高速道路のインターチェンジである、国道246号に連絡している。首都高速神奈川7号横浜北西線と接続する、 横浜青葉ジャンクションと首都高速神奈川7号横浜北西線の横浜青葉で入り口が併設されている。国道246号との接続、東名高速道路と首都高速神奈川7号横浜北西線の交差と、全方向の接続、東名高速道路と首都高速神奈川7号横浜北西線の各料金所の設置を実現するため、 南北約 1.5km、東西約 0.4km という大規模で複雑な構造となっている。東名高速道路唯一の Y 型インターチェンジである。東 IC から下り線に入る場合、本線に合流するとすぐに港北 PA があり、合流車線がそのまま PA への原則車線となる。 そのため IC から本線へ合流する車両と本線から PA に入る車両が交わる折り込み交通が発生する。本線への流入路分岐部の方向標識は東京清水間で唯一下り方面が名古屋ではなく静岡と表示されている。本 IC の解説に合わせ1998年3月10日に国道246号の接続部分も、 一が折り一体として高架化された。また、共用開始当初より、横浜環状北西線の接続を見越し、長いランプウェイや分岐の準備構造が設けられた。橋脚は、横浜環状北西線の接続を見越した構造となっている東名またぐ横浜オ葉 JCT の最高所へ、首都高、横浜環状北西線工事現場に潜入から、 乗り物ニュース2018年11月16日閲覧。横浜北西線が2020年3月22日16時に開通します。ファンランイベント、一般公開イベントも開催。首都高速道路株式会社、横浜市道路局。2019年12月18日閲覧。横浜北西線開通記念イベントの中止について。首都高速道路株式会社、 横浜市道路局、2020年4月2日閲覧、横浜北西線開通式典の開催中止について、首都高速道路株式会社、横浜市道路局、2020年4月2日閲覧、横浜大場ジャンクションに関するカテゴリー、横浜大場出入り口に関するカテゴリー、ありがとうございます。